はい、芸人男塾ですけども。お願いします。僕ちょっと考えてたことがあって。はい。ファイナンシャルプランナー1級学科試験合格しまして。はい。で、9月の、実技の勉強してるんですけど、システムとしてすっごいね、わかりやすいんですよ。どのシステムがですか？何の？勉強というシステムが。はいはいはい。だから目的がめちゃくちゃしっかりしてて。はい。だから、最初にこの3級やってるときは3級の勉強の仕方があって、はい、そのやり方からやっぱり2級になってきたら2級のやり方があって計算も入るし、2級のやり方があって、で1級の、この基礎編っていうのを応用編って、2つのジャンルがあるんだけど、応用編は、計算が軸になってくるんだけど、この計算のやり方っていうやり方をなんかこうね、自分なりに攻略していくことができたんですよ。はい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 。午前中に通すとか、なんかこう脳が疲れてない時にこう朝通すとか。あ、はいはいはい、で、基礎編っていうのは仕上がりにくいから、そういう感じじゃなくて、午後から幅広い、感じで勉強していくみたいな感じを、量を決めずに、こう、午前中だけは量を決めて、後半は量を決めずに、日々、こう、必ず繰り返すみたいなトレーニング方法みたいな感じで、こう、なんとなく、こう、トレーニング方法として仕組みが自分の中で見えてきたんですよね。はいはいはい。で、学科試験が受かって、次はその実技なんですけど、実技もなんとなく、これをやってれば、いけるやろうって、こう、のやり方が分かってきたんですよ。で、1級取ったで、講演会したりとか、こう、なんかこう、仕組みとしてはすごい分かりやすいんだね。で、じゃあ、お笑いの仕組みっていうのを自分の中で考えたことがあったかと。ああ、はい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 。これめちゃくちゃ難しいなと思って。笑いのロジックというか。笑いのロジックって、こう、要は、仕組みっていうのがあまりにもないと思うねん。その、勉強の仕方がむずいっすよね。うん。うん、お笑いって。どう思うそれ。いや、僕もなんか考えたことあるんですよ。なんか、毎日何かを積み上げてたら、それと同じ量ちゃんとおもろくなることってあんのかなとか思ったことあるんですけど、うん、なんかそんな単純なことでもないなみたいな、うん、なんていうんですかね、なんかいろんなワードから毎日ギャグ考えるとか、うん、なんか別にそれも大事なことやけど、うん、それをしてたからってすごくおもろくなるとかはなんかないんかなって、うんうんうん、なんか思いますね。なんかおもろいネタが思いつくとかあるかもしれないですけど、柴田はどう思うそれを。なんかそのお笑いの中でもそのトークとか、うん、大喜利とか、ネタとかなんかいろんなことに分かれてるような気はしますね。なんか、うんうん、そのだからトークが上手くなるとかネタがより良くなるとかのロジックはあるかもしれないですけど、なんか大きく見たところでおもろいってどういうのって言われたらちょっと難しい。確かに難しい。これね、はい、うん、僕一個思ったのは、うん、お笑いの基礎体力というか、うん、ベースの部分を上げるのは、うん、ほんまに舞台数と、うん、あとおもろい人の、中で、うん、どんだけ日々過ごせてるかというか、はいはい、日々おもろい人とこう会話する中で自分をこう表現し続けてることが結構こうなんですか、ベースになるんかなとはちょっと思いますね。それは要は、はい、そういうことだと思うね。だからなんでかというと、それは小畑がなんとなく面白くなるっていう感覚掴んだわけよ、それ。はい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 、はい、で感覚を掴んだってことは、面白い人の中にいてたら、面白い人の振りとかなんかこう持っていき方とかの中に自分が入って、そこを同化させるわけやんか、はい、はいはい、そこで自分がの間が良くなったりとか、でそれで結局面白くなっていってると思うねん。はい。だからそれは事実やと思うねん。はい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 。でもそれを仕組みとして作るのが難しいっていうのは、はい、これまた難しい話で言うと、例えばね、はい、いろんなこう目的があるやんか。例えば M1 の4分間だけを面白くすることなのか、バラエティだけを狙うか、はい、みたいな話じゃない。もっと、分かりやすく言うと、4分間のネタだけを
研いでいくのか、はい、ソロイベントをやるのかっていうとこあるやん、はい、これでもまた競技ちゃうやん構えたら。そうですね。で10分間の劇場のネタを受けるような感じの漫才を追求するのか、バラエティで立ち回りをうまくなるのかって、またこれ別やんか。全然ちゃいますね。で僕個人で言うと、最初のデビューした時がすんげえベスト10っていう ネタ番組があったから、はい、ネタコントをこう相方が考えて、相方に言われた通りツッコミをやって、で相方とネタ合わせして、それを俺がまあ清書し直して、はい、でクリップに挟んで僕が管理してたんですよ当時、はい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 、作家とかいてなかったから。10年間ぐらいはその方式やったんです。相方とネタ合わせして、相方が考えたやつをバッてやって、ほんでやって、荒く言うやつをメモって清書し直して、僕の家に台本をこうファイルにして管理するっていうやり方を10年間ぐらいやってたんですね。でそれをやってたら、うん、なんかこう大体ハマったのよ。そのまあコント番組とかあるから、ネタでコントで出たりとか。でもその時になんかもう そのコントやってたけど競技がなくないの、すげえベストで終わったらあれみたいな。でもそっから大阪の番組は超合金になったりとか、はい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 、で超合金やったらなんか牛乳ファイトって言って一発ギャグみたいな問われたりとか、うん、で今度エンタの神様が出たら、エンタの神様でちょっと分かりやすいこのキャラモンが行ったりとかって、こうなんかその時の流行りというか、なんかこう、はい、流れがあるのか。だから目的というか、そういうものが変わってくるやん。うんうんうん。だから非常に難しいのね。はい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 。だからもうわかん、うん、だからまあ言うたら2つあると思うね。大きく見て。はいはいはい。あるものに合わせて、そこに向けてこうし合わせていくか、もう何が来ても一切変えんと、自分の思ってる、自分の尺とかも関係なく、自分の思ってることをカルピスの現役みたいに作り続けてて、うん、来たらそれを渡すか、どっちかじゃん、うん、だそういうやり方が多いと思うね、大きく見て。あの人を見てても、うんうんうん、合わせてできる人もいれば、ずっと同じことやっててそれをなんか ここに当てはめてるだけっていうパターンもあるし、お笑いっていうのをどう管理してるかと、あとトークを、トークが面白いやつだった、トークをどう管理してるかっていうのがあって、でもっと言うと、それを外で儲てるパターンもある。箱もうデビューしてある程度コントを、まあ、ショー取ってラジオもらってテレビもらったら、ずっとそれの時その時をそれを繰り返してたら管理されていったみたいな。はいはいはい。勝手に。なんか勝手にね、必然的になんかこうラジオが始まってもう10年やってますみたいな。だから水曜日にラジオがあったらここまでにはトークをやっていくっていう自分の流れをこう箱ももらった状態で、はい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 、作っていくみたいな。コント番組みたいな。だからそのコントに向かってこうやっていくみたいな。こう箱も。も含めてなんかこうモーテルみたいな状態があるんだよ。はい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 。でそういう人も多いと思うね。自分で完全にゼロから作ったっていうよりかは、うん、やっていった中で周りとの組み合わせとかで、うん、そういう習慣っていうか面白くなる仕組みを作れたっていうか。でも結構それの一番のリスクは番組が終わることなんだよ。ラジオが終わるとか。番組が終わるっていう箱がなくなるってのが一番怖いね。まあそうですね。そうやね。でも結局、まあどの芸人の層もですけども、その、うん、披露する場所がないって結構致命的というか。そうそうそう。うん、そこに向けてやっぱ食っていくのが一番目的立ってやすいし、考えやすいじゃないですか。うん。だからやっぱ舞台数とかそういう箱があるっていうのはめっちゃ大事な気がしますね。それありきってことやね、要は。はいはいはい。それは、うん、そうやね。だから、そう考えたときに、どう、何を整理していくかってすっごい難しいね。まあまあ、確かにそうですね。だから、その、
フォーマットをね作ってくれてたらすっごい分かりやすいけど、分からへんけど、まあ、例えばスマホにこう、うん、まあ例えばね、こうなんか例えばね、はいはいはい、この箱に今のテレビ番組ラジオっていうのがあって、はい、こう箱にテレビラジオっていうのがあるのよ。はい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 。でここにライブっていうこういうアウトプットする場所がまず書いてあるのよ。はい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 。ほんでそこに向けて必要なものって書いて、トーク、ネタ、ギャグみたいな、こうトーク、ネタ、ギャグみたいな感じで、何をすればここには必要なのかみたいな、まあ言うたら、うん、まあ、公式じゃないけど、はいはい、そもそもこういうあの書き込みリストみたいなのを持ってて、はい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 、もちろんこのトークのところにはもうページ数が50ページとか、はいはい、あんのよ、こう、うんうん、こういうものをなんかこう本来はあったらめっちゃ分かりやすいんやろうけどね。だから僕は携帯でもうメモでトークっていうテーマでトークいっぱいメモってんのと、うん、あとギャグっていうのでまとめたギャグをいっぱいメモってんのと、うん、平場みたいな、なんかその平場で見せれるゲームみたいな、うん、をまとめてるリストみたいなの自分で作ってて、うん、で仕事が来た時にどれが使えるかを組み立てて、こう仕事にそれを持っていくみたいな作業をしてますね、いつも。だから項目としては3つやね、大体。そうですね、トークとかギャグとか平場の、うん、なんか流れで使えるやつとか、うん、ぐらいですね。あとはもう自分らの出番のネタで、ね、その、 あのメモがあるわけやんか。はいはいはい。例えば何やろね、こう、なんか面白いこうエピソードがあったとするやん。エピソードの中でこう、はい、出来事があったっていうのは普段パッと思いついた時にそこに入れれるもんね、箱があったら。はい、うん、箱を持っとくってのは大事やんな。そのだから常にこの記録する場所を持っとくっていうのはめっちゃ大事かもしれないですね。その俺はね、コントとか作らへんから、作らへんとか作れへんからよく分からへんけど、その、はい、まあ、柴田とかネタ作ってる人間からしたら、そのまあネタはネタで、この例えば、銀行強盗とか、まあ、なんやろ、こう、放課後とか、こうタイトルいっぱいあるやんか、はい。面白ワードだけがパッと出たときに、入れれる箱みたいなのを持ってんの、本人の、その仕組みとして。あ、それは、その僕も iPhone のメモに。それ、柴田までどういうふうな構図になってんの？もう、ほんまに、あ、これコントになりそうやな、と思ったら、コントって書いて、うん、その面白ワードとか面白設定を下に書いてるって感じですか。なメモにコントって書いてるの？あ、メモにはネタって書いてます。フォルダにはネタ。うんうんうん。漫才もコントもそこに書いていってるって。フォルダで言うと何個あんの？ネタのフォルダですか？あ、いやいやいや、全部お笑い、すべてのお笑いさん。ネタと、僕はトークと、まあ、あとは他の人のエピソード、自分のなんかそのなんか芸人名前書いて、うん、なんかこの人の例えば出雲大社信じ何々やったとか、うん、なんか芸人名前書くフォルダもなんか僕あります。なんか芸人名前だからね、俺思ったのは、ひょっとしてそれぞれ3人3人ともちゃうやんか、その管理の仕方が、はい、このフォルダーの作り方がうまい人がめっちゃおもろいんだ、ひょっとしたら。フォルダーの作り方と練習体系を持ってる人が一番おもろいんじゃん。なんかおもろいというか、そのなんていうんですかね、仕事をめっちゃ効率よくこなせそうですよね。あ、そう、それがあっただろ。はい。でもそのだからなんか画期的だったのが、僕らその昔は手書きやったんが、はいはいはい、でも誰かがトークのやつをめっちゃこう持ってて、はい、アンケートがすごいだったと、コピーして貼りゃいいから。はい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 。そういう時代になってるやん。ここコピーして、ここやればこうやっていったら、まあ言ったら普段さえしっかりやっとけばさ、アンケートも10分でいけるわけやんが、はい、それが仕組みやんか、まあ言ったら。うん、でもそれそもそもそのアンテナというか面白いアンテナがそもそも備わってなかったら、
そのどんだけ仕事を分けれてもできなくないですか、お笑いの仕事って。それいやし、その持ってる発想とかおもろいこと考えれる能力が難しいですよね、上げるっていうのが。そこをそもそもそこが難しいような、あ、トーク自体を、まあ、トークもそうですし、まあ、平場のギャグとかそこを考える能力が、はい、なんかこう測るのが難しくないですか、その上げるのが。0から1を作る、あ、だからその0から1にする部分やろ。いや、だから何がもう一遍何が言いたかというと、そのじゃあトーク番組があると、はい、そういうとこで言うとトーク番組があると、トーク番組があって、じゃあここがまあ結果やここが結果あって、はい、個人は今の方法でトーク当てはまるやつをコピーしてパパパパってはめるやん。はい。でそれでまあ言うたらディレクターさんとか作家さんがさばいたらこれは出来上がってる台本。はい。ここに何やってるかっていうと、これが0から1のもんやんか。はいはいはい。ここをどうするかってことだろ。そうですね、そこが結局面白いトークを構成できる能力とか、その気づける能力とかが結局、いや、これあとね、それだけじゃないっていう難しさは、はい、今言うてる仕組みで言うと、ここを上げればいいやんか。ここの強さをここで自分が管理して、ここに持っていって整理すればいいやんか。はい。でも、ほんまは、この横の流れがまたこう来よるから、現場で。ここだけは読み切られへん部分があるんだよね。ああ、現場で流れということですか。そうやねん。はいはいはい。これ、ほんまの、なんかなんていうか、こう、用意できへん部分やんか、甘えたら。生のやつありますよね。だからこの横のとこやねん。結局用意してったものがハマると思ってたけど、現場のトークとか流れからして、あ、これ今言っても受けへんから捨てなあかんなとか。で、もっと言って横専門でやってる人もいるやん、言うたら。横専門横専門でやってる人もいるから、ま、現場のね。だからね、なんかこう分からへんのよ、整理の仕方が。まあでもだからその例えばこれが笑いというものじゃなかったらすごい整理しやすいと思う。はい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 。まあ、例えば研究発表とかっていうなんかこうものやったら、その、はい、自分が作ってきた、まあ例えば、ね、新しいこのまあこのコーヒーを売り出すと、はい、売り出すみたいなんで企画出して、このまあ やっていってさばいてってできるんだけど、お笑いってなんか笑うけど笑うかっていうところに行くやん、その。はい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 、はい、僕は分からへんのね、難しい整理の仕方が。でも一応ゴールはまあ笑うじゃないですか、そのお笑いの笑かすっていうゴールですけど、こうプロセスってまっすぐじゃないというか、こうここの道行けると思ったら現場来たら、あ、もう最速のこの道ができたっていう瞬間とかあるじゃないですか。うんうんうん。そこの取捨選択がやっぱ現場でめっちゃいるというか、うんうんうん、あ、この流れやったら用意したものよりも今思いついたやつった方がいいとか、うん、いやし、それもあるやん。それでな、言うとそうやねんけど、さらに番組ってお笑いだけやってるわけじゃないやん。そうですね、確かに。僕ら情報もあるやん、情報入れなあかんっていう、まあ、道、その本筋があるやんか。はいはいはい。だからおもろければええっていうもんでもないのよ。確かに。コーヒーをまあなんかこうやりたいときに、ほんまにおもろい人間はコーヒーこう捨てたりとかってするかもしれへんやん。まあ何も考えずにね、やるとしたら。それはあかんやん。だから、なんかその、だから難しいのよね。だって、とはいえ、情報で流せなか、テレビとして成立させなか、単なるおもろい。はいはいはい。でもあかんやんか。だからこのお笑いというものを体系づけるのってめっちゃむずいと思う。うん。なんか、現場によってその笑いのルールの幅が変わるじゃないですか。もうドバラエティやったらこの広い範囲でふざけれるけど、うん、あの情報番組でそんなことしたらもう滑るエリアに行ってるとか。そうそうそう、滑るエリアのエリアが変わるやんか。エリアが変わるじゃないですか、受けるエリアが。エリアが変わんねん。そこを見分けないといけないとか。そうだから、それはもう時間帯によってもこのエリアがこういうふうに絶えずこう、はい、枠がさ動いてるやん。深夜やったらこうなんだけどな、深夜やったらこうなんだけど、はい、これがゴールデンやってたらこうなんだけど、はい、情報番組やったらこんななってくるやんか。いや、わかるっす。だから、こう、玉込めていったけど、周りが結構どぎついネタやってるから、うわ、今日込めた玉やと、なんかちっちゃく感じるみたいな、自分が。そういうことね。やばい、もっと大きい玉詰めなあかんかったと、逆に、うわ、もっとちっちゃい玉詰めなあかんかったとか、いろいろありますよね。これはめっちゃわかんない。こういうふうになんかね、枠が
こういう風になってんのよね。でこんな枠のとこにここ行ったらめっちゃなんかおもんないやつに見えるね、はい、そうなんですよ。こいつなんやん、これなんかスケールちっちゃいやつなんやねんみたいな。こうなってんのにここに行ったらむっちゃこいつやばいやつになる、はい、空気読めへんやつみたいになりますもんね。こうなってることを全部合わせれるやつがやっぱり今うまいんですよ。そのほんでここの際を狙えるやつがやっぱ際狙えるやつやから、こうなってる時にビタ合わせしてコントロールじゃん、そういうのが。うわ、みんながうわそのスレスレ行くみたいなとこがやっぱ笑ってまいりますもんね。それがそれコントロール力なんかもしれんね。だから今なんか売れてる人ってコントロール強いもんね、やっぱ。はい、やっぱそれってなんか結構楽屋の会話とか、うん、そういうとこで培われる気もしますね。なんかいろんな人と喋ることで。そうやね、そこはそういうことだね。今生まれたもんじゃなさそうな気はしますね。まあ、そうやね、生まれ持ったもんもあると思うけど、やっぱと慣れもあるし、勉強しててすっごい思う。はい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 。勉強はもうなんか答えがあるやんか。変わらないです。普遍的なものですもんね。普遍的やから、そのミスったっていうことを自分が明らかにこの数字をミスったのが覚えてないか理解してないかしかないから。はい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 。だから終わらそうじゃないから、あとやで、その結局そのお笑いというとこの目標というかゴールとしてるものがなんか人それぞれ違うっていうところにまた難しさがあるんでね。まあまあまあ、確かにね。はい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 。そこもあるんだよ。それはその場でってことですか？その場というか、なんていうか、うん、お金を稼ぎたいと思ってる人もいれば、その場で受けたいっていうか、金だけで言うと違う稼ぎ方した方が稼げる可能性もあるやん。はいはいはい。確かに。一番稼いだ人ランキングをやるのか、テレビのレギュラー本数で決めるのか、はいはい、芸人らしく生きてることなのか。結構人によって美学がちゃうというか。そこやね。だからお金だけを、まあ、仮に例えば稼いだと、例えば何やねん、例えば僕のブラジルバッグを、はい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 、あれをマジで展開させて仮に50億稼いだと、ほんなら50億稼いでこいつが日本で一番のコメディアンってとは言わへん。確かにそうっすね。そうだよ、金稼いだだけじゃそうは言わへんよ、うん、どう査定するかが難しいそうっすね。まあその世間一般で見たら、ね、もちろん稼いでるが一番わかりやすいですけど、うん、でもやっぱ芸人やったらなんかありますよね、やっぱりなんかちょっとそれ、ね、だからわかりやすいのはそういう意味では15年目までかもしれないね。 M1 があるところぐらいまでわかりやすいかもしれないね。ああまあまあ確かにそうっすね。ここまでは一応ルールがまだなんか目標が同じというかしっかりしてるやんか。同じ大会で戦ってますからね。同じ大会で、まあ、一応なんかね、幅あるけど、こう。これでも、社員さんとか、その芸人じゃない人の方が難しいような気もしますね。その、どういうこと？裏を、なんつ評価したりとか、その、どれ、芸人を、その、社員側から評価するのって、なんか難しくないですか？その、どこを評価したらいいか分からない。芸人を社員さんが評価すること。そう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 。なんか、どうやったら育てれるのかもちょっと曖昧やし。いや、それを育てるというよりかは仕組みを作るんじゃない？だから例えば劇場やったら劇場っていう場を提供すればいいやん、社員さんとか会社は。まあね、でそこの場を提供していろんなことを実験できるようにしといて、ただし収益は最低限上げなあかんから、お金の部分とその場所を提供すればいいわけよ。だからそういう意味ではそこは難しくないと思う。なんかそのランクとかもなんか、うん、ランクしたらその時の支配人がまあ言うたら仕組みを作るわけや、まあ、トーナメントなのか今やったらサバイバルとか。でもそこって俺の時代からもそのわちゃちゃ A とかわちゃ A わちゃ B とかあったけど、まあそれしかないもんね。てかまあ分かりやすくそこがもう賞レースなんちゃう。だから、うん、俺らがチャイニーさんにアピールするのもまあやっぱ賞レースで取るしか難しいというか。でもそれが、まあ、賞レースは分かりやすいですけど、ほんまに面白いけど、その賞レースに向かないとかいう人も。いや、それは例えば YouTube 登録100万人いてたら評価されるよ。そう、だから、でもほんまにおもろいだけでは多分ピックアップしてくれへんのちゃう。何かやっぱ結果俺らは残さないとどうしようもないんちゃう。それが分かりやすい。それが、そのピックアップがやりやすくて、そうしたら評価できるの分かるんですけど、なんかほんまの能力、ほんまの芸人の能力というか、ほんまの芸人の凄さでこうなんか、評価するのって難しいなっていう。うん、いやし、それは社員さんがすべきことでもないしね。確かに。こっちがだから、要は分かりやすく売り上げ上げたら絶対相手してくれるもん。例えば
賞も取ってないけど YouTube100 万人あって、どう考えてもどこやってもパンパンして、こいつらもうどう考えてもお金になるなって思ったら会社ほっとかへんやつら。確かに。そうだから、それは別に漫才でもいいし、別に YouTube でもいいし、コントでもいいし、何でもいいから、とりあえずそのなんていうかこう、まあ、会社も会社はお金ね、うまんとあかんから、収益上げれるかどうかっていうのが会社側の評価じゃん。なるほど、数字だって。あの別に、うん、芸人じゃなくてね、例えばそのドリンクメーカーとしようや、お菓子メーカーでもいいけど、お菓子メーカーから考えたらほぼ売り上げが全てやろ。そうですね。うん、まあそのもともとやってたそのお菓子のそのカステラの味を守りたいっていうのももちろんあると思うけど、それももちろんあんねんけど、やっぱりその会社っていう規模になったら社員さんも食べていかなあかんから、収益を上げれるかどうかっていうのが一番のポイントだと思う、会社目線で考えたら。ただ芸人は商品そのものやから、うん、俺は別にっていうのは出てくるやん。なぜなら芸人は食べさせてないから人を、うんうん、そこは決定的に違うと思う。だから会社っていうのは売り上げを上げないと、じゃあ会社の建物の家賃どうすんねんとか、光熱費どうすんねんとか、社員さんの給料どうすんねんって、こう収益が回らへん、お金がめた血液みたいなもんやから。でも芸人は違うやん。芸人は俺ええねん、もう昔から不動産持ってるから別に金はあんねん、おもろいことやりたいねんっていうのも一つあるやん、前から。一人やからね。だからそこは決定的に一人なのか会社かで違うけど、芸人が難しいのはそういう人間も出てくるんだよ。そうですね。だから名誉を欲しい人が出てくるから。だからそこは難しいね。あのお金で管理するのが簡単やと思う。だからなんでかって言ったら、そのさっき言ったように勉強が分かりやすいんですよ、そこで、ね。いや、なんかこの勉強の仕方が絶対正しい。でも、はいはい、受からないんです。は通らへんやろ。それは正しくないやん、うん、勉強の仕方が。そうですね。だって点数を合格することが目的なわけだから、勉強の仕方が自分が何本合ってると思っても、その点数がそこにいかなかったら、その勉強の仕方は正しくないやんか。だから会社っていうものとかになってきたら、どういうやり方であれ利益上げないとそこは正しい。ただ芸人っていうのは美学の世界だから、別にええねんと、俺はバイトしてええねん、うん、俺の笑い追求するっても一つのね、まあ、成功例だよ。別にね、周りが認めへんとしても、別にね、自分が良ければっていうところはありますもんね、どっかに。だから芸術に近いかもしれない、そういう意味では。だから生き様見せて名を残すっていう芸人出てくると思うよ。でもそんなやつほんまに浸透ってる、ちょっとやっぱすごいやつですね、変というか。でもなんかそういう芸人いてない、なんかその確かに、なんかまあパッと思いつくだけでも俺結構いてんねんけど、なんか商売下手やけどおもろいっていう芸人めっちゃいない。いや、もちろんね。でもなんかみんな売れてますね、そう思ったら。確かに、なんかある程度日当たりますよね、やっぱ。もう芸人がやっぱおもろいってみんなが思ってる人は。いや、でもなんかまあそうやね、例えば、でもね、例えば、まあ、名前ちょっと出して悪いかもしれないけど、面白さと、その、面白さと、その、売れてる度はちゃうね。例えば、R1 チャンピオンの人、そんなこと多くない？たまに、コータとか、三浦丸とか、面白い、めちゃくちゃおもろいやん。はいはいはい。めちゃくちゃおもろい。けど、なんかその、釣り合ってないっていうか。確かにね。面白さがえぐいけどっていう。でも、どう考えてもおもろい、R1 チャンピオン取ったとか、日本で一番おもろいわけが、おもろいけど、取ってない人間の人の方が仕事が多かったりする世界やんか。だから、もっと言うと、R1 もの審査にははまらへんけど、うん、なんかもう、めっちゃおもろいと。めっちゃおもろいけど、もう、そういう枠にとらわれずに、なんか、のぶしみたいな感じで、笑い合ってる人。だから、それがチャンス大城さんなんちゃう。まあ確かにそうっすね。ちゃんと。ちょっと前までのなんかその、チャンス大城さんってそういうことなんじゃん。長野さんとかもそんな感じだったんですかね、もしかしたら。もしかしたらね、世に出えへん状態の長野さんとか。でも、コンビ、まあコンビでもおるか。確かに。いや、いけるよ。めちゃくちゃ、めっちゃおもろいけど、世に出てへん人いるで。
まあまあいますね。でもそういう人だって芸人があんまほっとかないですよね、基本。いや、だからな、これな、もっとその話になってきたら、芸人やってる時点でちょっと世に出たい人やんか。はいはいはい、もちろんね。もちろん出たいんか。で、芸人の売れてる売れてへんっていう、まあそのチャンピオンとか言うてるのは、登録した中のチャンピオンが。はい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 。ひょっとしたら日本にはまだなんかその、商売もしてないけど、ほんまにおもろいやついっぱいいるんちゃう。だからそういう意味では、だから、いや、ええねんええねんって、俺は別にもう商売にせへんけど、もう。っていう大喜利させた一丁におもろいやつとか追求して、うん、トークもだから反射的にもずっと居酒屋とかで笑いが一番ありえそうですよね、そういうの。まだそれが小籔さんのお父さん、小籔さんのお父さんが俺ロケで絡ませてもらったけど、はい、もう点でバラバラの居酒屋やったけど、はい、最後小籔さんのお父さんの話全員聞いてんのすごい、そういう人いますもんね、面白い人話。いやだからそれあの小籔さんのトーク分かる、エグいやんか。はいはい。あのままお父さんにしてもらった方がいいんだから。だからエグいねん。でそれはお父さんは素人やで、ね、言うても。はいはいはい。でも俺はもう生で見たから、お父さんのそのトークのやばいの、たまたまだから俺は小籔さんを通してお父さんの面白さ見たけど、その人は街にいっぱいいてる。でもっと思うのは、そお父さん、歯が立たへんかった人いるらしいの、小籔さんのお父さん。え、それが小籔さんのおじいちゃんやん。小籔さんのおじいちゃん、めちゃくちゃやばかったらしい。だからなんかその、なんか分からへんけど、もう千人キャパで、とりあえず笑い取りまくったらしいよ。千人キャパで、千人キャパで、ういうことで 何か売ってるのか分からへんけど。じゃないですか、それは。千人キャパでね、なんかその、もう笑い取りまくったんだ。で、あと面白いのが、お相撲さん。はい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 。で、要はお相撲さんってこう毎日来客来るやん。うんうんうん。ご飯に。はい。でこう練習の後にこうちゃんこ食べるやんか。はい。今度やっぱりその強さもあれやけど、笑いでのし上がっていく人いんのよ、やっぱ。俺はそのお相撲さんのそのちゃんこの席行ったけど、相当レベル高いやと思った。相当。そっか、なんか先生とかにもいそうじゃないですか。先生も文字のいいだろうね。人前で話す。あとその あこね、やっぱいわゆるマツコさんとかおられた、ミッツさんとかおられた。あそこら辺も相当レベル高いと思うよ。確かにキャラ立ちされてる方もたくさんいらっしゃいますもんね、人間とって。だから一回ほんまに素人というか職業されてへん人を本人出えへんから見つけてきてやったら、もうほんまになんかなんていうか天皇杯みたいなことやって、Jリーガーは決めるやん。あれ天皇杯って学生出るやんか、地域から出ますからね。地域から出るから、俺とかお笑い天皇杯やったらサッカー版のとんでもないやつ出てくると思う。怒るすかね。でも多分ベスト4ぐらいに小籔さんのお父さん入ってると思う。岡田監督とかも面白いですもんね。岡田監督も相当ウケる。ねえ、めっちゃ面白い。確かに、そのちょっとやっぱみんなに知られてるっていうのはだいぶアドバンテージやな。あと政治家の人もいると思う、一人ぐらい。確かに、絶対おもろい話とかありそうやもんな。だからそういうね、いつかそれはね、やってみたいなと思っても、まあ、あくまでね、想像性がないんですよ。まあ、ちょっと今回お笑い論をね、久々に語らせていただきます。お笑い論。はい。